かな平安、一歩踏み入れればそこには一人一人の汗と涙があふれる、皆が生きることに夢中になっていたようだ。家族を愛し守り抜く力、信念を曲げず生き抜く力、そんな平安の志がこの平成に再び芽を出し咲き乱れようとしておる。そしていついつまでも咲き誇ってほしいと我らは願っておるのじゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、お疲れ様でした。
でございますな。もう一度表行きの皆様お呼びしよう。どうぞ拍手。